海と日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーの加穂です。七海です。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。先月浜松市立夢小学校の伝統行事浜名湖を泳いで渡る遠泳大会が行われました。プールとは違い波や流れがある浜名湖、児童たちは緊張しながらも友達や先生、保護者らと対岸のゴールを目指します。泳ぎに自信がある児童たちは1キロのコースに挑戦。下級生の応援も受けながらこの日のために練習してきた成果を発揮します。長年の伝統の遠泳を泳ぎ切れてめっちゃ楽しかったです。大変だったけどみんなでいろいろ考えながら泳げたのでよかったです。今日、子どもたちが一生懸命に泳ぐ姿を、間近で見て本当に感動しました。この生き生き学校の遠泳大会は、地域の方と、保護者の方たくさんの方に支えられてできている行事です。伝統的な行事となりますのでこれからも、引き続けていけるように頑張っていきたいと思います。夢小学校伝統の遠泳大会はこれからも続きます。いかがでしたか？一生懸命取り組んでいましたね。他にも海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでいろいろな動画を配信中です。ぜひご覧ください。海と日本。